M2 ブラッドレー不評戦闘車はアメリカ合衆国で開発された不評戦闘車である。M3 ブラッドレー機兵戦闘車という装甲偵察者型も存在する。アメリカ陸軍による不評戦闘車の開発は1958年に開始されていた。これは第二次世界大戦中にナチスドイツが開発した実験的な不評戦闘車の影響を受けたものである。 しかし、同様に影響を受けた西ドイツ、フランス、ソビート連邦に比べると、その開発は、父たるものであった。1954年には、フランス陸軍が AMX-BC 走行兵員輸送車に、実験的に 20mm 機関砲を搭載し、1950年代後半には、西ドイツが、世界初の不評戦闘車である、ラング HS。 30不評戦闘車を開発、配備していた。アメリカ陸軍もこれらの影響を受けて、開発を加速し、1965年より、マイテフ -65 計画を開始した。なお、当時進められていた MB、MBT-70 計画になぞらえて、この計画は、マイテフ -70 と呼ばれることもあった。マイテフ -65 計画のもとでは、 M1955mm 自走榴弾砲を元に、パッカー社が開発した XM701 と M113 装甲兵員輸送車を元に FMC 社が開発した XM734 が試験されていた。この試験では、パッカー社の XM701 が勝利したが、結局、アメリカ空軍が新しく主力とした。 c 百四十一位早期で輸送できないことが判明して採用はされなかった。一方、x m 七百三十四が退けられた FMC 社はさらに開発を続け、九百六十七年には m 百三十九二十ミリメートル機関砲を搭載するとともに車体にも紹介性を施した x m 七百六十五を発表したが、x m 七百六十五もやはり アメリカ陸軍の試験を合格できなかった。そして、1967年にソ連が開発した BMP-1 が公開されて、アメリカ陸軍に大きなショックを与えた。BMP-1 は、2A28-73mm 低圧砲と QM14 対戦車ミサイルを搭載して、重武装であり、また、不評を兵員室に収容して、放射能などから守りつつ、 ンポートから小銃を射撃してて戦えるように設計されていたアメリカがマイケフマイナス65計画で乗車戦闘能力を重視する一方でドイツとフランスの同志車両にはまだその種の能力が備わっていなかったことからこれはアメリカ陸軍が特に感銘を受けた点であったソ連がすでに乗車戦闘能力と重武装を備えた 不評戦闘車を実用化しているのに対して、アメリカ陸軍のマイケフ -65 は依然として計画段階に止まっており、実用化の目途は立たずにいた。XM723 不評戦闘車。M2 以前のプロトタイプの一つである1972年、アメリカ陸軍はマイケフ -65 計画の失敗を踏まえて、新しい不評戦闘車の開発計画を発表し、 FMC 社はこれに対して、XM723 を提示した。XM723 は、海兵隊向けの LVTP-7、走行兵員輸送車をベースにしており、重量21トン、ソ連の標準的な車載機関銃である、KPV14.5mm 重機関銃に耐えられる走行を備え、3名の乗員と8名の不評を輸送できた。 XM723 は当初、M13920mm 機関砲を備えた1名用砲塔を搭載していたが、1976年、これは、M24225mm 機関砲と BGM-71 と対戦車ミサイルを備えた2名用砲塔に換装され、この改正型は、マイテフトバット2と呼ばれるようになった。また、車内では、 標準的な M16 自動小銃では長すぎて扱いづらいことから乗車戦闘専用の小銃として M231FPW の開発も進められた。この時期、不評部隊が不評戦闘車を要請していたのと同様、機兵部隊も新しい装甲偵察車を必要としていた。このことから XM723 と同時に軽量の装甲偵察車の要求がなされ、 M13920mm 機関砲を搭載した XM800 走行偵察車が開発された。しかし、XM800 計画で提示された2つの案は、いずれも機体外れで正式採用には至らなかったことから、1975年、走行偵察車の計画は、マイケフ計画と合流することとなった。1977年、マイケフとバット2は、 XM2 と解明され、その騎兵戦闘車バージョンは XM3 と呼ばれるようになった。1977年、議会はこれらの車両の能力に疑問を抱き、一時的に予算を差し止めたものの、陸軍はコストと開発期間の不足を訴えて、XM 2 3計画の推進を主張し、1978年10月、議会は陸軍の主張を受け入れた。 1979年12月、XM2-3 は最終試験に合格して正式化され、1980年2月1日、量産が認可された。M2-3 は第二次大戦のヨーロッパ戦線で活躍したオマール・エヌ・ブラッドレイ元帥にちなんで、ブラッドレイと命名された。アメリカ軍での運用が開始された1981年以降、 6724両が生産された。1980年に量産が認可されて、以降、1994年までに IFF、CFV の2種で、総数6724両が生産された。アメリカの兵器製造委託企業、ユナイテッド・ディフェンスが製造を受け負っていたが、2005年にユナイテッド・ディフェンスを買収した、ベイ・システムズ・ランド アーマメンツで製造と回収がなされている。なお、平均単価は317万 US ドルである。基本となった M2IFF は、固有乗員と下車戦闘兵員の合計9名を搭載できる輸送能力とともに M242-25mm 機関砲と BGM-71 と対戦車ミサイルを搭載している。百八十二年に採用された。 初期量産型の M2 では C-141 輸送機での輸送が可能であることも必要条件であった。これは1988年に採用された M2A-2 において C-141 の後継である C-17 戦略戦術輸送機での輸送可能であることが必要条件となった。また、設計における主要目的の一つが M1 エブラムス主力戦車に随伴可能なスピードを維持できることであったため、走破性能は非常に優れている。車体の外部装甲はアルミニウム溶接で、車内の重要な部分にはラミネート装甲という構造になっている。しかし、これが欠点の一つとして挙げられることもあり、アルミニウム装甲は成形作薬弾の直撃を受けると蒸発、消失しやすく、 弾薬の搭載量が多いことから生存性は低下していると考えられた。湾岸戦争での実戦経験を経て、後に装甲の強化など大幅に改良された M2A1、M2A2 が登場した。M2A2 からは戦場での生存性を高めるためにアップリケ走行の装備が可能なようにされており、徹底した試験と評価を経て採用され、イラク戦争に 実戦参加した。M2A3 では、重量も33トンに達し、航続距離は402キロメートルへと短くなっているが、搭載兵員数が6名から7名に増えるなど、車体も再設計された。初期型の M2 には、車体左右側面及び、車体後面に兵士が乗車戦闘を行うためのガンポートが設けられており、このガンポートは単純な、蓋付きの銃眼ではなく、 ボールマウント式の高度なものとなっていたが、後に走行強化のため廃止された。アルミニウム合金の全溶接の走行に理解を備えた車体に、カミンズ製ビィティ -903 ディーゼルエンジンと662リットルの燃料を搭載して、最大速度時速65キロメートル、後続距離480キロメートルという性能である。車内は、右前部がエンジン室。 左前部に操縦士が座り、車体中央の砲塔には右に車長、左に砲手が一致し、後部空間内に下車戦闘する兵員6名がほぼ、互い違いに前後を向く5名と左の壁に背を、付け右を向く1名とやや変則的に座上する。M242-25mm 機関砲とと、対戦車ミサイルに連装発射機。砲塔下の車体側面上部にある円形のものが、ガンポートで、 そこから突き出しているのは M231FPW の重心である。M242-25mm 機関砲。M242-25mm 機関砲は毎分約200発の連射が可能で、射角プラス60度マイナス10度、有効射程 2.5km で単発、100発、200発が切り替えられる。タマ鉄鋼弾アップズ T、榴弾ヘッド T。 弾数、900発、1500発。BGM-71 と対戦車ミサイル M242-25mm 機関砲砲塔左側に、と対戦車ミサイルの2連装発射機を搭載。最大射程は3750メートル。重装甲車両に対する攻撃が可能になっている。弾数、発射機内2発予備3発。 M240C7.62mm 機関銃 M240C7.62mm 機関銃は M24225mm 機関砲の右側に同軸に備える。弾数2200発9460発 M2315.56mmFPW 車体左右側面及び後面各2箇所 計6機のガンポートより射撃するための小銃。本社専用に開発された M16 自動小銃の派生型で重心が短縮されている他ガンポートに固定して使用することから、調声、重症も省かれており、栄光弾とその弾幕により照準を行う。走行強化に伴う側面ガンポートの廃止以後は装備が縮小され、限定的にしか搭載されていない。 演習において負傷者役をブラッドレイの車内に収容するアルバニア陸軍と欧州米陸軍の兵士アメリカ陸軍では4両のアイフフで機械化不評招待を組み M1 戦車とアイフフに随伴して下車した不評分隊チームが互いの弱点を補いながら戦闘に臨む体制をとっている A2 型以降の M2 ブラッドレイ不評戦闘車は各車両ごとに下車戦闘する 不評分隊6名が登場しており、不評分隊24名に加えて、機械化不評招待の招待長でもあるアイフフの1号車の社長が下車して、戦闘式を行うことが多く、同様に他の3両の社長も下車する。アイフフの社長がかけた4両のアイフフは、それぞれ残る2名のうち、報酬が社長代行となり、予備報酬が報酬を務める。 下車戦闘不評の27名は9名ずつ3つの不評分隊となり、3名の元社長が分隊長となって戦うことになる。湾岸戦争では M1 エーブラムスよりも多くのイラク軍車両を破壊したが、12両のブラッドレイが損傷し、20両が失われた。敵の砲火で失われたのは3両で、友軍による誤射が最も多かったことを受け、 赤外線識別パネルの追加と識別マーキングを施された。イラク戦争やその後の占領下では RPG-7 や井ドによる攻撃を頻繁に受けている。RPG や井戸による攻撃のみなら完全な破壊には至らないので、車体を犠牲にして乗員は難を逃れるという方針があるものの、死者の数が増えていることも事実である。アメリカ陸軍ではこのほか、 1990年代半ば以降、ボスニア派遣軍でブラッドレイが使用されており、2006年の時点で損失したブラッドレイの数は55両である。主要な車種として、M2 ブラッドレイ不評戦闘車と M3 ブラッドレイ、騎兵戦闘車の2つのファミリーがあり、これらは同一の基本車体を使用しているが、細部の装備などが異なっている。また、対空型や、 車台の他への利用もある。M2A3 ブラッドレイ基本の不評戦闘車型で3名の固有乗員に加えて下車戦闘する不評分隊6名が完全武装で登場できる。M3A3 ブラッドレイ機構部隊及び機械化部隊で偵察に用いられる騎兵戦闘車型で3名の固有乗員に加えて偵察チーム2名が登場可能であり、IFF 型よりも 多量の予備弾薬を搭載しており、追加の無線装備や隠し対戦車ミサイルが搭載可能である。不評を乗車させないため、元砲ポートは装備されていない。開発当初は偵察用のオートバイとその予備燃料を搭載する予定であったが、車内に大量のガソリンを搭載することによる脆弱性の懸念が示され、オートバイの搭載は開発段階で中止されている。なお、 M3 ブラッドレー機兵戦闘車の搭載機関砲には 30mm 機関砲も予定されており、収益後に換装されるという情報もあった。このため、1980年代初期に書かれた書籍などでは、M3 の支部層を 30mm 機関砲と記述しているものもある。M2 と M3 のいずれも、約25年の間に4回の改良型が生み出され、 基本型と合わせて5種類の車両が作られた。M2A0M3982 年に採用されたシリーズの基本となった初期量産型である。兵士6名が乗車可能。赤外線画像処理装置と M242、ブッシュマスター機関砲の標準機を統合したシステムが標準装備された。全長6.45メートル、全幅3.2メートル。 全高2.97メートル、戦闘重量22.7トンであった。M2A1M3A1986 年に採用された。乗車兵員の定員は7名となった。ミサイルを、と、通体戦車ミサイルに換装し、消火システムなど防御力を意識したシステムを導入。NBC 杯、ガスフィルターも装備された。 M2A2M3A2988 年に採用された。搭乗可能な兵士数は再度6名に変更されている。エンジンの出力向上やサスペンションの改良を受け、弾薬保管庫の改善や防弾ライナーと爆発反応走行の追加など防御が大きく改善された。防弾後半が最大で 25mm、エンジンも強化され600馬力となった。A により、 車体左右側面のガンポートは廃止、撤去されている。M2A にアズ、アズ EM3A にアズ名称のアズは、オペレーションデザートストームを意味しており、湾岸戦争での教訓から改良が施された。1996年から運用開始。1423両がアズへと改良された。戦術インターネットを利用するためのアプリ系コンピュータ、レーザー測距機、戦術ナビゲーション、 GPS レシーバー、デジタルコンパス、優先誘導ミサイル妨害用に、サンダース製案、VL9-8A 電子光学妨害装置、車間情報システムなどが追加された。他にも、内部のシステムや構造も、大幅に改造されたが、下車戦闘チームの座席は1名増加して、定員7名となり、戦闘重量は27.2トンとなった。 M2A3、M3A3 目標補足能力と下記完成能力を改善するため完全デジタル化、あるいは電子機器のアップグレードが行われた。社長用独立旋回式映像装置、TRW 製コンピュータによる FBCB に、戦闘式システム第二世代フリア、下車チーム用と、後頭、操縦席の平面ディスプレイも加えられた。定員は、 M2A2 アズから変わらず7名である。回収は1997年より開始され、1902両が A3 にアップデートされる予定である。戦闘重量は30.4トンとなった。ウォーハンマーブラッドレイ M2A2 アズからの派生型で対戦車戦闘力の向上型。搭載する対戦車ミサイルを FGM-148。 ジャベリン対戦車ミサイルに換装し、それに合わせて小準機を回収し、ISU を搭載している。これにより、対戦車ミサイルの発射後に命中まで誘導を必要としない打ち放し方式の対戦車戦闘が可能となり、対装甲攻撃力と生存性が向上した。BSFV サムを携行する不評の輸送と支援を行うために設計された。基本的に、 M2 と同一の車両で、FIM-92 スティンガー地対空ミサイルの、蛍光発射機1機と予備弾4発を搭載し、乗車兵員は、スティンガーミサイルを運用する射撃範囲2名のみとなっている。M6 ラインバッカーが開発されると置き換えが進められ、既存の BSFV は、M6 に改装されるか通常の仕様に、再回収された。ブラッドレー工兵支援者工兵隊を輸送。 支援するために一部仕様を変更した車両で予備弾薬を最低限とし、公平支援用の各種機材を搭載している。ブラッドレー戦闘式車両団から中大規模の部隊の指揮官が登場して、最前線で戦闘式を行うための車両で予備弾薬を必要最小限しか搭載せず、無線機と後方、地図表示装置を増設し、戦術作戦指揮所と接続するためのデジタル、 情報通信システムを装備している。M6 ラインバッカー、編集 M6 ラインバッカー M2A にアズの派生型で、BSFV をもとにより、本格的な対空戦闘車両としたもので、砲塔左側面のと対戦車ミサイル発射機を、FIM-92 スティンガーチ対空ミサイルの4、連装発射機に変更した対空型。M2、3の対戦車ミサイルを対空ミサイルに変更して、 スティンガーミサイル用の照準装置とイフを追加装備した車両であり、高度な対空射撃用の火器管制装置や、対空レーダーなどは搭載されていない。乗員は4名となり、兵員室は、スティンガーミサイル及び 25mm 機関砲の予備断固とされ、原則として、固有乗員以外の兵員を乗車させることは、考えられていない。 2005年から2006年にかけて M6 ラインバッカーはスティンガーミサイルランチャーを取り外し通常の M にブラッドレイ仕様に戻す回収が行われた。しかし2017年になってアメリカ軍はブラッドレイの対空型の再配備を検討していると報じられた。M7 ブラッドレイフィブ編集 M3AA3 ブラッドレイフィブ既存の M981 フィブを更新するため ブラッドレイを FSV に回収したもの。砲塔左側面のと対戦車ミサイル発射機を最大 20km の範囲で目標の表情と指示が可能な FS3 射撃管制指示装置のセンサーポットに変更し、管制広報装置、コトロールパネルと目標指示システムなどが追加されている。初期使用車 M7 ブフィストの回収は M2A にあずまたは、 m 3 a ニアズをベースに行われ、量産車は2000年代初頭から部隊配備が開始された。その後陸軍では既存の M3A3 をベースにした回収計画も進められ、これは当初 M7A1 部フィストと呼ばれたが、その後 M3A3 部フィストと呼ばれるようになった。MLRS、ブラッドレイの車体の基本設計は M270 多連装ロケットシステム発射機に、 利用されている。詳細は、MLRS を参照 M4C2VM270、車体とキャビンを共用した、野戦救急搬送、医療処置者としても開発計画が進められていた。M577、M1068 コマンドポストの後継として、開発され、アッティブが当と合わせて試作車が製作されたが、量産には至らなかった。ルゼット SP ランチャー砲塔を撤去し、 兵員室部分にルゼット高速ミサイルシステムの発射装置を搭載した試作車。最終的にはルゼットシステムの搭載車には M1114 装甲強化型ハンビーが選定されたため試作のみに終わった。IFFM113 装甲兵員輸送車の車体を延長し M 2ブラッドレイの砲塔を搭載した不評戦闘車。ユナイテッドディフェンス車が エジプト陸軍向けに開発した。既存の M113 からの回収コストは1台あたり、約31万 US ドルで、これは、M2 ブラッドレイ1台の単価の約1、10である。詳細は、アイフフを参照アッコブ SM113、装甲兵員輸送車の発展型であるアイフフの、車体を延長したトルコ陸軍向けの装甲車シリーズで、アイフフを開発した、ユナイテッドディフェンスと、 トルコの FNSS ディフェンスシステムズの共同開発。M にブラッドレイの砲塔を搭載した車種もシリーズ化されている。アパッチアメリカ陸軍の車両が登場。主人公が効き目の強制のためにハンビーを運転する基地内を走行しており、危うく衝突しそうになる。トランスフォーマー、リベンジアメリカ陸軍の車両が登場。終盤にて、対、ディセプティコン特殊部隊。 ネストを M1 エイブラムスなどと共に援護する。トリプル X ネクストレベル中盤のクライマックスで、航空母艦の格納庫に揃えられた車両の一つとして登場。M113 装甲兵員輸送車を改造したもので、実物の M2 と異なり操縦席ハッチが右側にある。このレプリカ車両は他にもいくつかの作品に登場している。ペンタゴンウォーズ、暴かれた。 陰謀1998年に制作されたペンタゴンで行われている兵器開発の問題点についてをテーマにしたテレビ映画 M2 ブラッドレイ不評戦闘車の開発にまつわる腐敗など実話に基づいて描かれている作品の内容上アメリカ軍の撮影協力が得られなかったため作中に登場する M2 は M41 系戦車系列の車両の走行装置を 流用して制作されたレプリカ車両で実物の M2 とは天輪の感覚が異なっていることで識別できる。マン・オブ・スティール、アメリカ陸軍の車両がスーパーマンの捕獲、ゾッド将軍への引き渡しの際に登場する。俗戦国自衛隊戦国時代にタイムスリップしたアメリカ海兵隊の装備として登場。関ヶ原の戦いにて、西軍に味方する。 自衛隊に対して使用され、96式、総輪装甲車を撃破するなどの打撃を与えるも、遅れて参戦してきた90式戦車の活躍によって、大半が破壊される。その後、岡崎の山中に設けられていた米軍キャンプに一両、駐車していたが、キャンプを襲撃してきた自衛隊に破壊されてしまい、これ以降は登場しない。実際のアメリカ海兵隊はブラッドレイを装備していない。 中国完全包囲作戦第1機構師団所属の M2A3 搭載の都産で、航軍所属の99式戦車を多数撃破する。アルバに独立拡張パックオペレーションアロヘッドに M2A3、M6 の核タイプが登場し、プレイヤーや AI が操作可能。メタルウルフカオス、アメリカ軍の装備として AA2 と架空のモデルの M2A10 が登場。オペレーションフラッシュポイント。 コールドウォークライシス、アメリカ軍陣営で使用可能な不評戦闘車として M2A2 が登場する。ウォーゲームレッドドラゴンナト陣営のアメリカ軍デッキで使用可能な不評戦闘車として M2 と迷彩を施した M2A1、M2A2、M3、M3A1、M3A2 が登場する。ウォーロック一部のステージでしか登場しない。武装は実写同様に M242-25mm 機関砲と、通体戦車ミサイル。ウォーサンダー、アメリカ陸軍の車両として、M3 が登場。プレイヤーが操作可能。ワールドインコンフリクト米軍の戦闘車両として、登場。シナリオでは序盤などで多用することになる。外貨の合法エアランドフォース日本を占拠した、アメリカ陸空軍の車両として登場。 プレイヤーも購入して使用できる。Call of Duty シリーズ、COD4 マルチプレイの一部マップにオブジェクトとして置いてある。COD、メガワットニアクト2、自らの意志において、ワシントンモニュメント近辺を防衛する、米陸軍の車両として登場。主人公たちの突入路をこじ開けるため、建物に陣取るロシア軍兵士らに、機関砲で操車を行う。COD、 メガワット3マルチプレイの一部マップにオブジェクトとして残骸が置いてある。戦闘国家シリーズアメリカの基本装備として組み込まれる。大戦略シリーズ M2、M3、M6 がアメリカの基本装備として組み込まれる。バトルフィールドシリーズ BF2USMC 及び EU の対空車両として M6 ラインバッカーが登場する。BF2MC。 USMC の対空車両として M6 ラインバッカーが登場する。BFBC 米軍の不評戦闘車として M3A3 が登場する。BFBC にマルチプレイにて M3A3 が登場する。砂漠塗装と雪上塗装タイプがある。マーセナリーズ国連軍の不評戦闘車として M3 が M3APC の名称で登場する。 マーセナリーズにワールドインフレームス、ステートマンアイフフという名称で M2 が登場する。レッドクルシブルに、ありがとうございます。